クリスマスの予定は聞かないでくれと皆様に宣言をする、絶対王者のゆっくり霊夢です。余震場予定を聞かれたとしても、飼い犬が高齢で看病しなきゃいけないんですよね。で逃げ続けている。さすがに2年連続でこの言い訳はまずいんじゃないか、と若干の焦りを持っている、臆病な悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは義の猛将宝徳の息子、宝海よ。彼ほど執念深い男はなかなかいないと私は思うのよね。父親の宝徳はその壮絶な最後からすごく人気がある武将ですよね。さて改めて紹介する武将は宝海。40年以上の月日が経っても父親を討った関羽への復讐を諦めずに関羽の一族を滅ぼした男。彼は一体どういった人物なんですか？さっきも言った通り宝海は義の猛将の宝徳の息子よ。まあ宝徳は219年に関羽と熾烈な激闘を繰り広げた結果、関羽の捕虜にされて処刑されてしまうんだけどね。故に宗妃は220年に曹操が亡くなり義王の位を継ぐと宝徳の功績を思い出して、彼の息子4人を関大公に奉じて職有おのおの100個を授けたみたい。その息子たちの中でも宝海の勇ましさはまるで父親の宝徳を思い出させるようなものだったようね。宝徳はたった一人になっても関羽と戦い続けて降伏さえも拒み続けた武人です。その面影が宝海にはあるわけですか。実際宝海にも父親と似たような局面にぶち当たったことがあるのよね。257年、諸葛丹は芝将から誅殺されるのではないか、と思い義に対して謀反を起こした。その乱に際して当時平行将軍、臨位抵抗だった宝海を脅迫して一緒に謀反をするように強制したらしいの。しかし父親譲りの勇気を持って、いた彼はこれを完全に拒否し、側近を率い門番を切って城門から脱出したらしいのよね。この功績により宝海は豪行に出世したの。三国志演義にもそういう人いましたよね。劉備が蜀を攻めた時に捕虜にした霊峰が万兵を切って逃げた。で、まあ霊峰のこれは嘘だったわけですが宝海はこれをやってのけたわけですか。263年、宝海は義の名将紹介の配下として蜀討伐戦に参加した。蜀軍はこれを妖怪によって跳ねのけていたんだけど、当該率いる別動隊に山越えをされて敗北奇襲され、諸葛亮の息子の諸葛戦が撃たれると脅威破風に進軍しだした。故に紹介はこれを好機と捉えて宝海らに脅威の追撃を命じたみたい。まあすぐに当該が蜀の都である成都を攻め、蜀の君主である雄然を降伏させたので追撃する必要はすぐになくなったんだけどね。宝海は父親を討った国を滅ぼすことに成功しました。これにて復讐は成功ですね。40年以上も父親を討たれたことを恨んでいる人がそんな些細なことで心が晴れるわけもなく、王院が記した食記という書物によると、宝海は食を滅ぼすと関羽の一族をすべて滅し、食で埋葬されてた宝徳の遺体を行に埋葬することにしたんだけど、その宝徳の首と体は40年以上経っているのにまるで生きているかのよう、だったみたい。まあにわかには信じられない話ね。それだけの期間が経っていたら白骨化しそうなものですけどね。まあ関羽同様名将は亡くなってから本番みたいなところがあるってことなのかな。これに廃将氏は別の視点から突っ込みを入れているの。いわく、宝徳は繁盛で亡くなり、宗妃はその墓に使者を送っているではないか。つまるところ宝徳の遺体は蜀ではなく義にあったということだ。これは王院が書いた嘘の話である、と一刀両断しているの。これを見ると宝海が関羽の一族をすべて滅した。っていう王院の書いた話もちょっと信じられないわね。本人やその息子まではまだ復讐対象にしてもいいかもしれませんが、一族は対象がでかすぎますからね。その後、宝海の官位は中尉将軍にまでになり列公に報じられたものの、宝海がこれ以降どんな活躍をしたのかは歴史書に書かれていないわ。いつ頃亡くなったとかも書かれていないの。要所要所で活躍はしているはずなのに、不明な点が多すぎる男だったわ。諸葛丹の乱とか蜀討伐戦とか義の大戦に参加しているだけに、そこそこ名の通っていた男だとは思うんですけどね。いずれにせよ父親の仇を討つことに成功した人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、
もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。父親譲りの武勇をもって見事に仇を討った人物でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。